テーマ2、この作家に注目、飯川武弘。今回、普段テーマ2はですね、インタビューを、作家のインタビューを行ってるんですけども、本当は飯川さんにもちょっとインタビューを行いたかったんですけども、タイミングがちょっとなかなかうまくはなくてですね、今回は私の言葉で紹介とさせていただきます。飯川さんはですね、神戸に住んでおられる作家さんで、1981年生まれ、だから30代の、もうすぐ40っていうことですね。国内各地の美術館とか芸術センターとかで結構たくさん個展をされてますね。関西では六甲ミーツアートであったりとか、天ヶ崎のアマラブアートラボ、A ラボで個展をやったりとか、そういうのを覚えてる人も多いと思います。で、今回は兵庫県立美術館の展示室ではなくて、アトリエっていうところで、行っているチャンネルっていうプログラムの12回目、チャンネル12、注目作家紹介プログラムチャンネル12として、飯川さんを紹介しています。で、これが展覧会のデータですね。3月27日までやっていて、月曜日はお休みだけども、21日は開館して、翌22日がお休みになっているので、注意してください。で、こちらの展覧会は無料で見られます。ですね。では、これが飯川さんですね。ちょうど、実はですね、私たちが取材をさせていただいたとき、初日の朝に取材したんですけども、かなり複雑な構造の作品なので、まだ完全には出来上がっていなくて、飯川さんまだヘルメットを被った状態で現れたんですけども、まあ一応取材中は乗り棒ということで、これ記念撮影なんでマスクも取っていただきました。で、見てもらった方は通り、なんかこう、歯車みたいなものとかですね、ロープがいっぱいこう、ぐにゃぐにゃ、並んでいて、なんだこれはっていう感じなんですけども、こういう新しい観客っていう文字が一筆書きみたいな感じで線でロープで控えていてですね、でこの手前に二つの大きな箱があって、ここからハンドルが伸びているんですね。で、この作品はですね、お客さんがですね、このハンドルを回すとですね、このなんか縦横に伸びているロープが実は全部つながっていってですね、こうロープがこう、まあ、全部というか、このハンドルごとに繋がってる線と繋がってない線があるんですけども、全部でね、多分ね、ハンドルがね、4つぐらいあるんじゃなかったかな、と思いますけども、そうすると、このハンドルと繋がってるロープが、キコ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 動いてですね、この、文字の、ロープの色がどんどん変わっていくっていう感じの作品なんですね。で、しかもこの作品はですね、ここでは終わらなくてですね、これがだからさっき見た近くで、これ観客の観っていう字のところですね。こういう感じのものが壁中に設置されていると。で、これが実はですね、このアトリエからですね、ずっと外に伸びていくんですね、今回ね。で、この伸びていくと、この美術館の入り口の方まで伸びていってて、で、ここでですね、また別の文字が、書かれていてですね、それがですね、またこう、線がキコ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 動いてですね、色が変わっていくってことになっててですね、この時まだこの子ができてなくてですね、この足場が組んである状態だったんですけども、なので、なんて文字が書いてあるかわかんないんですけども、今はもうこの足場は、撤去されてるはずなので、文字が見えます。で、これはどういう文字が書いてあるかっていうのは、ちょっと作家さんあんまりネタバレしたくないっていうことなので、ここではまあ申しませんけども、ある文字が、記されていると。こういう感じの展覧会ですね。で、この飯川さんはですね、今までの作品でもそうなんですけども、ちょっと非常にユニークな作品を作る方で、なんていうのかな、人間がですね、こう、認識、できないというか、人の認識が非常に不確かであるとか、そういったものをですね、可視化するような作品を表現してるんですね。あと世の中で見逃されているようなもの、存在とかですね、もの、そういうものを、改めて注目するような表現を見ていてですね、今回の作品ではですね、まあ、観客が参加していて、ここの部屋の中で起こっている出来事に関しては、観客は近くできるんだけども、自分の行為が巡り巡って別の場所で何かの影響を与えていて、それをその回し、ハンドル回している等の本人は認識できないと。一方でここの場所を通ってる人は、なんか文字が書いてあるぞっていうことが気づいて、なんかしかもこれ紐が動いていて、文字の色が変わっていくぞってことはわかるんだけども、もちろんそれは観客がハンドルを動かしてるときだけですけどね、動かしてないときは何も変わらないので、これが何かすらわかんないかもしれないんですけども、一方で、でもここの観客は、なぜにそういう現象が起こってるかってことはすごく認識することはできないと。こういうようなことですね。なんか、ある行為が別の場所に波及して、無縁の人に影響を与えて、でもお互いはその存在を知らないというような、
そういうような表現をされている作家さんなんですね。なので、これ、まあ、出かけられたらですね、ぜひハンドルを回していただきたいなと思うんですね。で、あともう一個ですね、この展覧会で不思議なものが、こういうキャリーバッグっていうんですかね、これが置いてあるんですね。なんじゃこれはっていう感じなんですね。他にもなんか一個ですね、デイパックがポーンと置いてあってですね、なんか誰か置きっぱなしにしてるんかなぐらいの感じで無造作に置いてあるんですけども、実はこれも作品で、これもお客さんが手に取って、このバッグを動かしてみてくださいっていうことになってるんですけども、これがですね、まあこれもネタバレしちゃいけないんですけども、実際にもこれを手に取ってですね、動かしてみると、この目で見てるときに思いもよらなかった事実がわかるというような、そういう展示になってますね。で、ちなみにですね、この飯川さん実は今大阪の、国立国際美術館の企画展にも参加されているんですね。感覚の領域、今経験することっていう展覧会を5月22日まで国立国際美術館でやってるんですけども、そちらで飯川さんの作品も見ることができると。で、それがその感覚の領域の作品なんですけども、普段なら美術館の入り口になっているところにこう巨大なこのチョコレート色の立方体がこうはめ込まれているんですね。なんだこれはっていう、まあ、展覧会の正式な入り口は別のところにあるので、ここはから入るわけではないんですけど、まあ、ここからも入ることができるようになっているんですけども、なんだこれはと思うと、これ飯川さん本人なんですけども、これをですね、ググッと力を入れて押すと、ズン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 中に入っていってですね、この美術館の展示室の中に入ることができるっていう、こんな巨大なものを動かすっていうことを普通の人間はなかなか想像しないので、びっくりするんですけども、この大きさと重さの関係であったりとかですね、これもだから、こう人の認識の不確かさみたいなものを表してるんですけども、で、これを押して中にあると、また別のこのチョコレート色の塊があってですね、それをまた押さないといけないんですね。で、そういうことを3回ぐらい繰り返すと、他の作家の作品がいる場所に到達するっていう、まあ、なかなか、変わったことをやってる作家さんですね。でも実はこのタイプの作品というのは、さっき言った尼崎のアマラブの A ラボで個展やった時によく似たタイプの作品を展示してましたですね。こういう作品も今大阪で見られるということですね。こちらはもちろん有料なんですけども。でですね、この二つの展覧会をつなぐ試みっていうのも今飯川さんは企んでおりましてですね、このキャリーバッグを国立国際美術館まで運びませんかっていうですね、そういうプロジェクトをやると言っておられましたが、この取材時点では実はまだ完全にフィックスしてなくてですね、ちょっと実際どのようにやるのかっていうのを今は現時点で私は断言することができません。で、これをやりたいっていう方に関しても、基本的にはその兵庫県立美術館のこの展覧会のサイトにまず行っていただいてですね、この実施状況がどうなっているのかっていうのをね、まあちょっとパンデミックの影響もあるんで、まあできるのかできないかっていうのがわからないところもあるんで、一応確かめていただいてですね、私やりたいっていう人がいたらですね、ぜひやってほしいと思うんですね。で、ちなみにですね、飯川さんが言うにはですね、これを国立国際美術館まで持っていくときに、全部手押しで持っていかなくてもいいですよと。まあもちろん手押しでもいいんですけども、引っ張っていってもいいんですけども、別にずるしてというかずるでもないんですけども、自動車で来て自動車のトランクに積んで、で国際美術館まで車で行って、はい、一丁上がりという感じでも別にいいですよっていうですね、どういう方法であろうが構わないので、この、キャリーバッグをですね、神戸から大阪まで運びませんかっていう、こういうプロジェクトをやってましたね。さらに、大阪から神戸まで戻していただいてもいいですよっていうことでしたけども、まあ、そういう感じでこの2つの、美術館の展覧会をつなぐような試みもやってるってことで、まあちょっとこうなかなか、なんていうかな、まあ、参加型の作品で人間の認識っていうのをテーマにしていて、まあコミュニケーションというのも一つの大きな要素になってるんですけども、こういう作品、ありそうでないタイプの、作品ですね、こういう展覧会が今見られる、まあ3月27日までなんで1ヶ月ぐらいしかやってないので、ちょっと急いで見てもらった方がいいかなとは思うんですけども、こういう展覧会を、やっている飯川武弘さんを今回紹介させていただきました。はい、こういう感じですね。で、これが国立国際美術館の様子ですね。
はい、といった感じで飯川武尊さんの紹介でした。アートの昆布締め第46回はこれにて終了させていただきます。次の第47回はですね、3月10日、木曜日の夜の配信となっております。そういうわけで、皆さん、今回の、配信もじっくり見ていただいてですね、気になって展覧会があればぜひ手掛けてください。そういうわけで皆さんどうもありがとうございました。さよなら、ありがとうございます。